中泊します。今日はね、翼港です。朝8時になったらね、開くんで、それまでちょっと仮眠したいと思います。もう車運転しませんので、カンペ。疲れた。今日はね、あの和歌山に昼間あの釣り取ってですね、カマス釣りました。カマスめっちゃでかいです。40センチ超えとるからね。鉄板バイブのね、20グラム爆鳥でした。爆鳥7匹釣れました。7匹、はい、あんなカマスってね、大きいもんなんですね。知らなかったです。本当に和歌山行って一回家帰って、ほんで、塩焼きにしてね、食べました。1匹食べてきました。めちゃくちゃうまかったですよ。ハマスってあんなうまかったんですね。焼いてるとこから油ジュー言うてますからね。リール買いましたよ、リール。ちょみんなに見せられへんけどね。見せますけどね。やっぱりええの買われへんわ。1万円とか買われへん。これ4000円やった。え、3000番。あれ、俺間違えて買うてきたかな。あれ、俺4000番買うたつもりやってんけど、3000番なってしもてる。4000番買うたつもりやったのに。こんなん無理やんな、3000番なんかで。何の間違いですかね。これ2号巻いてきたんですよ。2号 PE2 号で、これが20ポンド5号。はい、なら明日ね、朝から、釣り行ってきます。またその模様をね、釣れたらアップします。おやすみなさい。さいなら。みんなこう車中泊のこの電気でどないしてんやろうな。この上にしたら上にしたで、こう頭が映るんやな。明日の青物ね、翼港の青物のなんか情報が全然ないんですよ。反対側も同じように輪っかを作って通していくんですよね。お互いが引っ張り合いしてこうね、グッとやったら綺麗に結びました。明日は目白釣るからね。俺ハマチも釣ったことないのに。去年のね、9月からね、この潮アジギング初めてですね。ハマチが目の前で落としたんが1匹和歌山で。それはちゃんと写真写ってます。動画撮りながらサゴシもついとったんですよ。同じ針に、同じルアーにね、同じジグにサゴシもついとったんですよ。それもちゃんと動画に撮れてます。でもタモがね、届かなかったんですよ。タモが届かなかったんですよ。タモが届いたと思ったら落ちたんですよ、タモが下に。ほんで逃げられたんですよ。切られて、ルアーごと持っていかれたんですよ。だからサゴシと今ハマチ一緒に泳いでますわ。沖縄ったかな、あいつら。今日もそうそう、今日もね、あのカマス40センチと40センチぐらいのやつ、ダブルフィッシュでした。今日鉄板バイブ、こんなちっちゃい鉄板バイブですよ。あの針2つにね、あの1個ずつ釣れてました。1つはスレと、1つはアゴで。ちゃんとダブルフィッシュの場合が多いな。俺結構多いですよ、なんか釣りしてても。前なんかナマズは2匹、そう、それはうせえですね。バックバス2匹とか釣ったことあります。めっちゃうせえです。60センチの2匹釣れて。大久保幸三さんはね、あの友達なんですけど、なんか ボビンかなんかいうのね、持ってましたね。全然教えてくれへんね、俺に。食い方一個も教えてくれへんね、あの人。金いんのかな。何も教えてくれへんよ、釣りのこと。本当に、マジで。うちの道場来てね、俺の部屋でずっと遊んでるけどね、釣りの話しても、釣りのこと教えてくれへんね。何なんでしょうね、あの人。まあ、俺も空手教えへんけど、ね。あー、しもうた。リーダーが教えた、下に。うわ、手入らへん、これ。最低。もうええわ。筒の下にね、入ってきました。リーダーのあの、丸いところ。これ、ほんま、間違いで買ったわ。俺、4000っていうのを見て買ったつもりやってんけどね。ほんま、最悪や。こんなんで釣れんのかな、ほんまに。釣り上げれんのかな。3000円だったら俺持ってたんや。まあ、明日はね、試しですからね。どんなものなのかと。翼港が釣れてるか、釣れるのか釣れないのか。月曜日来るとか憎いでしょ。もう疲れてんねん。今日ほんまに一日釣りしとったからね、カマス釣り。カマス美味しかったよ、ほんとに。脂乗ってて。何回も言うけど。何回も言うよ、同じこと俺。ちょっと映画見よう。はよ寝ろよ、って感じね。おやすみなさい。寝ます。6時間寝ます。とでエンジン切ろう。な、やっぱエンジン切らなあかんな。このバッテリーがね、26,800、アンペアみたいなやつあるでしょ。ミリアンペアみたいな。これ今日使おう思ってね。ね。あ、ええのあった。これ。パソコンのなんか、キーボードやつ。
これが光るの。どれぐらい光るんやろ、これ。お、かっこいいじゃん。おお。これどんなもんなんかな、消してみよう。お、あとでくるエンジン切ってね、これで、このライトで、ライトだけで過ごしてみたいと思います。かっこいいやん、これ。パソコンのね、キーボードライト。あ、消えた。なんで？なんでなん？え？あ、ついた。なんでなん？ここだけやったらかっこいいやん、これな。なんか。さあ、ちょっと日本史いきますよ。こう、ルーティーンとか、なんか、こう声も出さんとね、ずっとやってるやつあるやん。あれいいな。編集がうまいやろな、ああいうなんてね。最近ね、日本酒がうまいですよ。これ、350円で買って。見えるかな？明るい？大丈夫ですか？350円。これ、60g。これ、いいでしょ。これね、今回、かますったやつね。かますったやつ。これ、なんか、いろんな釣れそうやもんね。チニロとかでも。買ってきました。20g。どっちも 20g。色違い。これが釣れたね、カマス今日。カマスなんかめったに釣れへんらしいけどね、時期的なもんで。これサビキ今日ね、もし釣れへんかった時の保険で買いました、久しぶりに。1個だけ。で、これもね、保険で買いました。鉄板。これね、結構動き良かったですよ、今日。すごい、引きやすいしね。みんな知ってると思うけどね。今日僕初めて使ったから言うんですけど。めちゃくちゃええですよ、これ。カマスがね、うわー、こうアタックしてくる。喧嘩打ってんすよ。バーッ。ヘディングしたり、回し切りしたり。高かったですよ、こっちは。これ、60g のやつ。これでよかったんや。こんなんでな。こっちでよかったんや。食べられませんとか書いてある。60g ぐらいのんがええ言うから、一個できましたね。もうね、もうね、車の後ろにこうやって積んでるんですよ。見て。片付けないんですよ。これも捨てたらダメだ。これでぐっちゃぐちゃでしょ。これこん中からね、シワス行ったりしたら、こうやって夜更かしてね、夜更かして手入れします。これ、ね、いっぱい飲みながらね。こんなもね、使ってないんですよ。これ針ないんですよ。これ針明日ね、これ 40g やから使えそうでしょ。パワーシャット。これ結構ね、動きするんだけど、釣ったことないんですよ。これにこれつけてもいいんでしょうね。これね、これでいいか。ちゃんこ。これかしてね。海太郎。シーボス？これね、コチ釣りに行こう思って買ったんですよ。コチ。釣れんかったけど。とにかく釣れないんですよ。夏は釣れますよ、チヌね。これを釣れましたわ。この系統ね。大体ワームって一回使ったらもう捨てなあかんねんな、これ、実は。手の匂いとかするから。バチ抜け専門ルアーです、これ。バチ抜け専門ルアー。はい、まあね、ちょっと片付けながらね、寝ます。おやすみなさい。何回おやすみ言うねん、これ。車止めた瞬間にね、おっちゃんが歩いてきました。歩いてきてね、これ。ね、交通車両整備台、まあ駐車場だよね。でこれは掃除台。綺麗なとこですよ、これ。もう1000円ですよ、これ1000円。こんな綺麗なとこですごい綺麗ですよ。今日月曜日やから人少ないんか知らんけど、いいなあ、ここ穏やかやわ。おはようございます。10時ですよ。まあええんですよ、今日一日ね。暇なんでね、一日暇なんで遊ばせていただきます。目真っ赤かよ、寝起きです。暑かったわ、ほんま。コンビニのとこで寝とったんですけどね、暑い、暑くて起きた。この太陽の光で暑いんですよ、これ。太陽のあれでフィルム越しに汗かきましたわ、これ。フィルム越しにね、すげえ天気なんですよ、今日。ドッカンですよ、これ。ドッカンピーカンよんか、これ。暑い、これほんま。淡路島かな、沖縄みたいですよ、ほんま暑い。外もむっちゃ暑い。これ釣れるで、絶対。潮が下がってきてる状態。大潮。Wi-Fi も届きますよ。これ YMAX。翼港ね、YMAX。完璧です。
ちょっと先のねセブンイレブンのとこで寝とったんですけど、そこは Wi-Fi 入りにくかったんですけど、ここ結構入りますよ。ドコモ、これドコモの、やつも入ってますね。入ってます、どっちも入ってます。バリバリです。すごいですね、こんなんですよ。手前でホールした時ね、グッとルアー落とした時です。食いました。ここだけみたいですね。今日サビグマが取るよ。ああ、目白釣りたいですね。やっと釣れた。ハマチ、ハマチ。いやー、長かったわ。9月からね、昭和時期を覚えてね、バラシタンが、ハマチをバラシタンがね、このまま説明したんですけど、2回バラしてます。1回は姿見て、1回はわけわからないやつです。いやー乾杯や。長かった。今3月ですよね。4月もうなる前ですけど、半年かかりましたよ、半年。